今のところ3つ終わった？あ、3つ終わりました。はい、まあそれぞれどうだったか感想ですね。はい、まあでも世界史は解き直し絶対した方がいいから。どうしてそんな状況で受験してるんだ。難しい。授業に出やすい。現代文の人も世界史の人も見ていけって。始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回は和也、和也です。はい、さあ、いよいよ受験受けておりまして、はい、今のところ3つ終わった？あ、3つ終わりました、ね、はい、で、受けたのが立教の国際経営と、法政の経営と、明治の経営ですね。はい、まあ、もう経営、経営、経営で、はい、そうですね。明日からいよいよ文とかもね、始まるわけですけど、はい、立教の文とかも受けていくんですけど、まあ、それぞれどうだったか、感想ですね。はい、どうでしたか。まず、まあ、立教が一番最初だったじゃん。国際経営が、はい、うん、2月6日だったんですけど、いわゆるあの英語はないやつですね、はい、英語は英検で出して、で、国語と、はい、世界史だけで、はい、で、国語はまあ割とできたかなっていう感じなんですけど、はい、うん、世界史がめちゃくちゃ難化したっぽい。来てたね、なんかコメント来てた、はい、うん、世界史がめちゃくちゃ難かったんですみたいな。今まで解いた過去問とかも含めて問題の中で、はい、これ一番難しいんじゃないかぐらい難しい問題が来て、で、しかも記述なのに、なんていうんですか、もう用語集の端っこレベルみたいな問題ばっかり出てきて、端っこ、はい、ちょっと端っこになるのかどうなのか分かんないけど、まあまあまあ、そうですね。で、まあ多分6割ぐらいしか取れてないかな。6割じゃダメなの？どうなの？周りもだってできないわけでしょ。いはい、それでなんか超基礎というか基礎がなんか半分ぐらいで、うん、まあ、あと超激ムズみたいな問題、で、まあ多分使い手差つかないですよ、多分めっちゃできる人以外。そうなるとまあ英検がやっぱり、英検が生きてきちゃうのか、そこで。そう、スカイ、風がないと受からないんで、自分は。そうだね、確かにそうだ。2300、はい、いくつだっけ。16とかなんで、はい、で、ああ、そうか。国際経営の人は高い人たちが集まるわけだからね。そう、なるほどね。いやー、それはそれで多分なるほど厳しいね。今日まず1日目は1日目の厳しいスタート、かなり厳しいスタート。いや、まあ難かったってコメントいっぱい来てた、いろんなところで来てた、うん、そういう感じのスタートだったわけですね。はい、幸先は悪かったです。5時終わりとか言ってたしね。なんか結構待たされた人もいるらしいです。そうなんだ。だって2教科しかないでそんな待つの。1時半とかから始まって、でも自分4時とかだったらあんまり覚えてないですけど、その5時とかではなかった。なんでそんな体質が時間差体質なの。そうそうです、時間差。ああ、まあめっちゃ混むからか。自分は多分早めに出れたんですけど、待った人はめっちゃ。ああ、なるほどね、そういう感じだった。今日の明治のやつも自分が出てから1時間ぐらい経って、うん、でまだ待ってるよみたいな、自分はすぐ出れたんですけど、まだ待ってるよみたいな、書き込みとかあったんで。体質なんだ。ああ、なるほどね、時差体質なんだね。結構大変。受験ってそうなんだ。いや、全然覚えてないわ、昔のこと。はい、昨日なるほど、そんな感じだったということですね。はい、じゃあそれが1日目。はい、1日目です。はい、で、続いてが法政ですね。そうですね、法政ですよ。ちょっと法政に私はちょっと欠けてるというか、法政できなかったらどうなっちゃうんだよって思ってる、はい、自分もまあ法政なんとか受かりたいなと思って、はい、行ったんですけど、はい、ああ、学部が、経営学部。そうですね、経営って、はい、英語が、うん、まあ、あんまり、まあ、囲むようでできなかったんですよ、うん、まあ、読解しかないですね、法政だから、はい、まあ、多分、まあ、65から70ぐらい、もうそうなんだですね、うん、まず英語が。で、国語はまあ割とできた気がする。古文、同じの出てきたのなんでやってる過去も、うん、ああ、何、はい、なんだ、まあこれ結構いっぱいあるからね、今の状況。ポラリスと、うん、難関古文次第演習みたいなのにも載ってたっぽいです、うん、あ、じゃあ有名なやつ。はい、有名なやつ出てきて、うん、古文は満点、うん、なんかちょっと見たことあるなみたいな感じで、これがあるんですよ。まあもうショート動画でちょっと出しましたけど、ね、コブはめちゃかぶるから、はい、毎年毎年めちゃくちゃかぶるから、かぶってました。でもみんなできちゃうからみたいな。そうなんだよ、ね、結構有名なやつ、有名なやつだからね。で、まあ、現代文割と、うん、まあ確かに現代文避ける時間がね長くなるから、現代文まあちょっと紛らわしい選択肢が
あったかなっていう。なるほどなるほど。ネットで追われてました、回答が。なんかね、ネットでみんなやるんだもんね。はい、答え見ようと思って、うん、みんなやってんだね。本当俺知らなかったんだけどさ、あんまりさ、はい、今だからまさにね、豊洲港の校舎行ったりとかしてみんなそれでやってたから、はい、そうなんだ、掲示板みたいなやつ。そう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 、はい、それ見てます、ね、あ、そうなんですね、やっぱりみんな、はい、なんかみんなさ、あと送られてくるデータ、はい、いろんな人がくれるんだけどさ、やってくださいって言って問題も送ってこない人たち、あの無視しますからね、もう完全に。本当にみんな多い、やってくださいって何もついてない、はい、まあ、どうやって手に入れんだよっていうね、いろいろか、はい、僕はまあ割と割れてたんで、うん、まあ、何点取れるとかわかんないですけど、誰が作ってるか不明なわけなんでしょ。誰ですか、有名な人がその答え作ってるわけじゃないですか。いや、なんかみんなでもそれ出し合ってちょっと、あ、まあ、全員一致してたらまあそれもあるかなって。割れてたんでそれはわからないんで。すげえな、河合塾のラウンジみたいでもまあ割と僕は耐えた、うん、耐えたし、うん、で問題は世界史なんですけど、世界史って何かしてんのか分かんないんですけど、うん、難しくて、うん、多分6割ぐらいしか取れてないんですよ。それで大丈夫なの、まあ、多分ボーダーで見たら結構ギリぐらいなんで、うん、かよ、だから結構だって、こうするボーダーの低いとこ受けたわけでしょ。そうですね、で調整が何点入るか分かんないんですけど、あ、まあ、そうね、世界史と日本史であったりするし、プラス、まあ、多分プラス10点ぐらいなんで、ボーダー、あ、調整5の、あ、去年220とかで、うん、自分230とかあったんで、うん、いや、まだ分かんないですけどね、本当にそれ あくまで掲示板の答えなんでしょ、はい、分からんけど、はい、なんでちょっとワンチャンあるかな、ね、落ちるかもしれないです。おい、ちょっと弱音を吐かないで。はい、まあ、T 日程もね、今いろいろ言われてるしね、はい、T 日程が難かったとかさ、はい、まあ、受けてないから関係ないけど、そうです、うん、ちょっと何かをしてでも切って、世界中何かしてると思うんですよね。まあでも世界史は解き直し絶対した方がいいからね、はい、同じのめっちゃ出るからどうせ、はい、自分この参考書を完璧にしよう、まあ、完璧ってある程度完璧にしようみたいな3冊あるんですけど、はいはい、まあ、それに載ってないのが結構出てきてたんで、ね、その結構難しい、うんうんうん、こんなん調べようもない、そもそも。なるほどね、そういう感じだったわけですね、はい。で、本日明治受けてまいりました、はい、まあ英語はもうそこ問題だったんでチラッと見て、うん、とうわーみたいな、こんな基礎が入ってられるのかいっていうね、文法問題、はい、だから全学部にね、その文法問題消えたっつってさ、はい、それで難しくなったって言ってはいるんですけど、はい、ちょっとワイルとデューリングの違いを知らないとかどうしてそんな状況で受験してるんだ。難しいって忘れてました。難しくない、はい、ちょっとデューリングの後ろは名詞、ワイルの後ろは SV、はい、SV を省略する場合は説と同じ主語と B 動詞をまとめて省略って、それ動画で喋ってるしね、はい、接続詞のやつも、はい、で、まあそうですね、まあ、英語だけちょっと微妙かなみたいな感じなんですけど、まあ、やばい、やばいと思いますよ、見た感じ。あ、はい、まあまだ読解の部分わかんないですけど、ちょっと会話とやっぱり文法は、はい、会話が、まあ、英語で6割5分取れれば、うん、まあ大丈夫なんですよ。まあ会話は確かに難しかったと思う、はい、省略部分とか、はい、あと場面的に森の熊さんの話、まあ、熊さん分かったんですけど、うん、まあ、いつも会話もっと短いんですよ。あ、そうなの、あれの半分ぐらいで、うん、でその配分で言って5分ぐらいしか残してなかったんですけど、あ、なるほどね、やべこれ読み終わんねと思って、もうその前後しか読んでないですね。あ、それじゃ無理だな、あれは解けないわ、はい、あ、まあちょっと読解がどれだけできたかだと思うけど、読解も結構文章自体は3分の2ぐらいになって減ってたんですけど、うん、減ってたんだ、なんか内容抽象的にちょっと入ってこねえぞみたいな。ああ、そういう感じだ、はい、何についてとか、なんか学校で何を学ぶべきか、うんうん、で、二つ目が、あ、UK じゃん。そうですね、UK の EU 抜けたじゃないですか。はい、ブレグジット。ブレグジットは出やすいって言ってますよ、これ。EU 抜けた後の周りの国とのやっていき方みたいな。うん、これは、はい、ポイントとして知っといた方がいいですよ。ブレグジット後の UK に関しては、非常に出やすいトピックです。こっちの方がまだ多少読みやすかったけど、こういうマジでちょっと分かんない。なるほど。いや、怖いわ、怖いよ、もう発表怖いよ、はい、はい、そして、国語です。国語が、はい、国語、古文なんですけど、はい、ほぼ本文読まなくて解けるみたいな問題が出てきて、でも読みと単語芸みたいな、あと和歌と文化史みたいな、で内容一なしみたいな、文学史ね、文学史です、読みがまあ落として、うん、落としたんかい読みと、まあ、漢字直しなさいも多分落としてるんですけど、で、あとなんか活用形みたいなので、うん、まあ多分一も落としてるんですけど、うん、落としてるじゃんかよ、はい、まあ落としてるんですけど、まあ、そんなに悪くないです
ですね、古文は。で、現代文がめっちゃ難かって言われてました。あ、そうなの。今回なんか、全部難かって言われてて。いやいや、もう書くやつらはさ、みんな難かって書くんだよ。自分が受けたら難しく感じちゃうんだよね、しょうがないんだけどね。まあ、まあ、でも、現代文に関してはかなり難かった。難かったですね。何について。話がなんか面白くない。面白くないって。ユートピア、資本主義、うん、グローバリゼーションとか、よく資本主義ね、ほらちゃんと英語さ、資本主義が変えた世界みたいな感じの、うん、ここで強調しておこう。だから資本主義のは現代文の人も世界中の人も見ていけって、ね、いやこれかなり難かった気がしますね、はい。そして使い詞ですね。使い詞がまあちょっと採点したんですけど、できるところだけ、はい、出来は良かった、はい。教科書にも載ってないような問題が10問ぐらいあって、それ採点できてないんですけど。なるほど。それ抜いて40個問題あるんですけど、30個しか採点しないでも、もう6割はいってたんで。それいいことなのか分からんけど、まあ。まあ、で、その、分かんない10個を、まあ、2択とか3択に絞って勘で選んでるんで。そんな教科書に載ってないようなこと出んの？明治。いや、明治の件マジで難しくて。半分ぐらい載ってないような。そんなことないでしょ、幸男先生に聞くやつを多分したら、はい、え、本当に、ね、あの用語集の答え調べて載ってないんですよ。あ、なんでちょっとどっかが出すのか分かんないんですけど。なるほどね。まあ、多分、まあ、7割か7割弱ぐらいは取れてる。ポジティブポジティブ。よし、ということでございました。、はい、いよいよ本番ですね、はい、これからが総計との戦いですよ。これから立教青学行って総計ですね、はい、もう慶応からですね、はい、じゃあ、まあ、慶応はルーも慶応はね受けますからね、はい、ちょっとどうなのか、どっか受かりたいです、はい、応援しておりますので、では頑張ってやってください、はい、はい、もうまだ受験続くので、これぐらいにお待ちして、はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。 じゃあ頑張って、慶受かりたいっすね。